本日はお日柄もよく。いや、そんなかしこまんなくても。そうですよ、視察とはいえ気楽に行きましょう。はい、せっかくの名古屋ですし。そうですよね、なんか変に気合入っちゃってました。まあでも花女の文化祭がうまくいくかはこの視察にかかってるんだし、実りあるものにはしたいよな。文化祭に行かせそうないいアイデア見つかるといいですね。すみません、凛子先輩まで巻き込んじゃって。在校生だけで何とかするべき問題なのに。気にしないでください、私も自分の代の時は大変だったので。はあ、去年とはまた違った文化祭にできたらなんて言ってみたはいいものの、凛子先輩がいなかったらどうなってたことかね。羽岡の生徒会に相談するって考えも出なかったかも。ロッカもごめんね。いえいえ、お役に立てたならよかったです。羽沢さんも来れたらよかったのにな。つぐみ先輩はかなり忙しそうでしたし。あの、大須商店街が参考になりそうというのは朝日さんが提案してくださったんですよね。はい、私の実家がある岐阜が愛知のお隣でして、昔遊びに行った時にすごい活気だったのを覚えてたんです。確か日本一元気な商店街って言われてるんだっけ。マジか。うん、マジ。観光客はもちろん地元の若い人たちにも人気らしいよ。私も調べてみたんですが、何でもお店の数が1200を超えるとか。 1200?! ってどれだけすごいのかいまいちわかんないですね。羽沢コーヒー店や北沢精肉店があるあの商店街とかでも50はないんじゃないですかね。うわぁ、とんでもない規模かも。大きな通りだけでも8つあるみたいですし。すごいのはそれだけじゃないんです。大須商店街ではほぼ毎週イベントが行われていて、ずーっとお祭りをやってるみたいな感じなんですよ。なるほど、そりゃ確かに文化祭の参考にもなりそうかもな。だね、盛り上がりの秘訣勉強させてもらおっか。ってなると案内はロックにお願いした方が良さそうか。確かに。私でいいんですか。まあ他にできそうな人がいないしな。行ったことある人の案内なら安心できそうだなって。お願いできれば助かります。わかりました、朝日ロッカ頑張ります。まずは美味しい名古屋飯と喫茶店と食べ歩きの出店と。あー、ご飯もいいけど一応私ら文化祭の視察なわけで。あ、そうでした。文化祭にも飲食の出店はありますし。ですね、そこからいいアイデアが見つかるかも。よし、それじゃあ皆さん改めて本日はよろしくお願いします。